9月2日6時15分です、今日はとんでもなく風が強いです。前に進むのも大変です。いやいやいや、これね、昨日の夜からこんな感じだったんですけど、いや特に今風が強いですね。本当に、なんて見ましょうか、ずっと坂道走ってるみたいな、上り坂を走ってるみたいな感じです。昨日のベースボールアカデミーの人たちと走った時にこんな天気じゃなくて本当に良かったです。しかしこの波はすごいね。自然の厳しさも体感しています。早速これから秋から冬、特に冬、自然の厳しい、季節を迎えますが、まあ、このぐらいで走るのやめてたら全然走れなくなっちゃいますので、今頑張って走っているところです。これは大変だ、すごいよ。よいしょよいしょよいしょ、端っこの方を見ていただきましょうかね。え、すごいでしょう。行けません ね、 岬の突端まで行ったらそのまま下へ落っこちそうです。なんとか一周は頑張りたいと思います。全然上がっていかないです。11分もかかっちゃってる。1キロ上がれないし、吹っ飛ばされないようにするのがやっとです。今日は会場もうねりがあって、まずウニ漁は今日はもうないですな。フェリーも欠航しちゃうかもしれません。飛ばされないようにするのがやっとだっつって、ほらあそこに船見ますよ。また船かな。来てるな。ここは風を木が防いでくれる。ちょっと風がね、出たらまたあるんだな、風が。いや全然ペースが出ない。すごい、やっぱりあの誕生日の日は恵まれていたってことですよね。この風だもん。ほら、宇都のだお家が崩れています。こんな感じ でまたね、来年になったら掘るんですって。驚いたことに宇都は同じ巣をずっと使い続けるんだそうですよ。あの穴が
田中さんの家だったとします。その田中さんは来年帰ってきたらちゃんと田中さんの穴に入るんです。本当にすごいですよね、鳥の習性って。我々が思う以上にすごい。寒くなっちゃいそうです。どんどん走ってまいります。荒れてんな。今日はヤギシリ島も影しか見えません。いやこういう天気でもね、景色がいいね。こんな日にここまで上がってくる人はそういませんからね、観光客の人も含めて。まあそういう意味ではこの景色ももっというかはプレミアムでございます。はい、太陽が出てきて気持ちがいいですね。こちら側の方は風は吹いてるんですけど、そこまで吹きつけていません。南寄りの風ですからね。北側に来たら島全体が風よけになってくれてるようです。さて、それではそろそろ一周も終わるところなんですけども、今日はちょっと最近の出来事について話しておきたいと思います。やっぱり一番気になってるのは香港の民主化、民主化されてんだよな。民主化運動っていうよりもそれが奪われていっている過程を我々もお聞きしてるわけです。なんか回して一国二制度って言ってたのに全く約束を守らないっていう中国政府の態度は、天安門事件の時ちょうど学生だったんですけど、私はそれと重なるし、なんか最初からそのつもりだったんじゃないかなっていう気がすごく強くするね。基本的に中国の政府のことは信用できないよね。何しろ自国民の戦車を自国民を戦車使って弾圧したんだからね。もう本当にあれ以来中国って国は、中国政府は信用できないね。そんな中国政府に対して異議申し立てをしているわけなんだけども、その民主化運動のリーダーがまだ22歳とかいう年齢だということに驚きを覚えるよね。我々も僕がボヤボヤしていられないよね。本当に日本はちゃんと集会の自由も言論の自由も保障されてますからね。今確かにネットでこういう発言をしただけで
書き込み欄やコメント、コメントか、コメント欄とか、評価欄が荒れてとんでもないことになりますけど、でも、やっぱり、言い続けないとね、あの人たちに恥ずかしいよね。日本政府はもっと働きかけるべきだと思います。民主主義はお題目じゃないはずです。それはアメリカのトランプにも言えることなんだけどさ、民主主義はお題目ではありません。実行してこそ民主主義は意味はあるんです。自国ファーストなんて言って自分の国のことばっかり考えてる時ではありません。日本政府、本当にこのことについてきちんと発言してしょ。韓国の悪口言う日もなったら、このことをもっとちゃんと取り上げて、ちゃんと中国に自制を働きかけるなりなんなりしてほしい。それが民主主義国家、日本の取るべき姿じゃないんでしょうかね。本当にそう思います。そう、なんで、こうして言論の自由が保障されている国で我々はこんなに萎縮してるんだろうね。自分自身だってそうです。コメント欄に変なコメントが来るのが嫌だからコメント欄を用意しなかったりしてますから、最初から思いっきり政治的な話をするときはコメント欄を閉鎖しています。だけどダメだな、そんなこと言ってたらアグネスさんたちに、そう、あれだけ探してやってる彼女たちに申し訳立たないな。でもこうしてわずかではありますがYouTube で発信することは続けていきたいと、そう思ってます。まずは日本人としてできることは、今のこの香港の状況に対して声を上げることと、自分とこの政府をもうちょっとマシなものに取り替えることです。それが一番できることだと思います。このようなことを機にきちんと反対声明を出せるような、そういう人を総理大臣にすべきです。つまり、いつも申し上げていますが、山本太郎がやるしかないです。彼に総理大臣やってほしい。ぜひとも彼が投げられるように応援していきたいと思います。はい、いやー、だいたいこれ風がうるさすぎて入ってないかもしれませんね。それでもいいや。もうすぐ1周終わります。やっと一周終わりましたが、いつもよりだいぶかかってしまいました。やっぱりスピードがね出なかったですから、一周するのに1時間20分もかかってしまいました。これはかかりすぎでしょう。でも頑張りました。それではここがいいですね。
海がよく見える。それでは皆さん、明日もまた美しい海と空と太陽と、今日は鳥はそんなにいなかったですが、鳥たちと共に明日もお会いいたしましょう。ジョギングマカでした。